半導体って利便性であったりとか効率性を追求するってことの象徴的なものだと思うんですけど、それと美術って同等じゃないですかっていう問いかけをしたくて、人知の結晶であってかつ人知を超えたものってい こう世界というか宇宙っていうか、そういうところを表現したいなっていうのがあって、科学の象徴が導き出す新しいアートの役割。ブレイクゼイラ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト淵上直人、大学で物理を学び大手システム会社へ就職。そんな彼がアーティストへ転身したきっかけ。就職してから仕事をしてて、そこでちょっとうつ病で休職をしてしまって、その間にちょっと昔好きだった絵を描いてみようかなってところで、物理学で僕がずっと勉強していた量子力学っていうミクロの世界の物理学をコンセプトにこう入れたかったというか、で半導体がその量子力学っていう分野によってこう発達してきたっていう、で人類もそれとともに発達してきたっていう歴史があったので、家電やスマホ、IC カードなど人類にとって必要不可欠となった半導体、そこから生み出されるアートに宿るのは信用しているものの不完全さ。その量子力学って人間の直感に反するような奇妙な現象がたくさん起きるので、賢い物理学者含めて誰も理解してなくて、ただ使い方だけ分かってるんですよね、その理論の使い方だけ。それを使って半導体ができたんですよ。なのでそれ作っていく過程で、半導体ってこう情報社会をこう象徴するようなプロダクトだと思うんですけど、この大量にこう情報が溢れ返ってる現代とか、その情報の不完全さとか表面性みたいなところを半導体で表現できるんじゃないかっていうところで、物理学を学んだからこそ見出した素材とテーマ、繋いだのは彼の飽くなき好奇心。サイエンスっていう意味の科学と美術って結構なんか似てるっていうか、ほぼ同じなんじゃないかなと思ってて、大元の基礎科学っていうものは本当に好奇心の探求というか真理を追求する学問なんですよね。そういう意味で美術も何かの役に立つわけじゃないけど、新しい概念をこう作るっていう研究分野だと思ってるので、アートをロジカルに、美術の在り方を追い続けるアーティスト淵上直人が伝えたい思い。美術って結構こう思考を促すというか、いろいろ考えさせるような役割があると思うんですけど、そういう意味で現代ってこう、SNS であったりとかショート動画とか対話型 AI の発達であったりとか、こう思考をする機会が減ってきてるような感覚があって、美術のそういう役割って今の時代にこそ大事なんじゃないかっていうところを問いかけたいっていうのはあります。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家井上大輔のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。